どうも皆さんこんにちは。福井の映像屋さんの木野です。本日は無料でも使えるデザインツール Canva についてご紹介させていただきたいと思います。かなりメジャーになってきているものなので聞いたことがある方も多いとは思いますが、ざっくり特徴を説明させていただくと、 1. ウェブブラウザ上で使うツール、 2. クラウド上にデータが保存され、パソコンからもスマホからも同じ編集画面にアクセスが可能、 3. ある程度の機能までは無料で使用可能といった感じです。今回はこのツールの始め方や使い方について簡単にご説明させていただきたいと思います。ちなみにこのチャンネルでは Web 制作や動画制作など様々な情報を初心者の方向けに発信しています。クリエイターを目指している方はぜひ今のうちにチャンネル登録もよろしくお願いいたします。では Google Chrome などのブラウザを開きましょう。Canva と検索をします。一番上に Canva の公式ページが表示されると思います。こちらをクリックしましょう。はい、ログイン画面が表示されます。 Canva が初めての場合でもグレーのログインをクリックいただければ大丈夫です。 Google アカウントや Facebook アカウントがあれば連携してログインすることができます。今回は Google で続行を選択します。使用するアカウントを選択して進んでいきましょう。利用目的を聞かれますが、どれを選んでも問題なく Canva は使えます。今回は一応個人を選択します。はい、これで Canva の利用をスタートできました。ちなみに今の紙吹雪は私が編集でつけたものではなく、Canva のサイト上で表示されていたものです。様々なメニューやボタンがありますが、検索窓を使う方法が Canva の特徴でもあるかなと思います。今回は検索窓から進めていきます。インスタグラム、投稿と入力してみましょう。インスタグラム投稿正方形という選択肢が表示されますので、こちらをクリックしてみます。ちなみに今回はインスタグラム投稿のような媒体に合わせたテンプレートを検索していますが、例えば卒業だったりとかかわいいのようなそういった検索も可能です。はい、インスタグラムの投稿用の正方形のテンプレート一覧が表示されました。上部のフィルターでスタイルなどの項目を選択してさらに絞り込むことも可能です。ちなみにこの王冠マークがついているデザインは月額1500円の Canva Pro というプランへアップグレードすると使えるようになるデザインです。今回は王冠マークがついていないデザインを選択しましょう。このテンプレートをカスタマイズをクリックします。編集画面が表示されました。左側にはメニューが表示されています。ではまずはテキスト修正をしてみましょう。もともと入力されている文字をダブルクリックすると編集ができます。フォントはこちらをクリックして変更します。花染めというフォントに変更してみます。他の文字についても編集していきます。では次に写真を変更してみようと思います。左側のメニューの素材をクリックしましょう。イラストや写真などたくさんの素材が使用可能です。今回は写真を使うので、すべて表示をクリックしましょう。写真を選択すると編集画面上に表示されます。ドラッグ&ドロップすると綺麗に被写体がトリミングされてはめ込まれます。同じように別の写真もクリックしてみましょう。ドラッグ&ドロップではめ込みます。今ご紹介したのは本当に簡単な操作だけですが、このように感覚的に編集することが可能です。では右上の共有をクリックしましょう。編集したデザインは画像としてダウンロードすることも可能です。はい、ピング形式の画像としてダウンロードができました。メニューからホーム画面に戻っていただくと、編集データもしっかりここに残っています。クリックすれば再び編集画面に戻ることができます。ちなみにこちらが無料のCanvaフリーと月額1500円のCanva Proのそれぞれのプラン内容です。プロにすると使える機能やテンプレートが一気に増えるのと、クラウドのストレージが 5GB から 1TB にまで増加するなどの違いもあります。Canvaなかなかに強いですね。ただストレージも 5GB だと実際に業務や制作活動に使っていくのは難しいと思いますので、まずは今回の動画に沿って無料でいろいろ試していただいて、本格的に使っていきたいと思ったら Canva Pro へアップグレードいただくのがおすすめだと思います。このチャンネルでは Web 制作や動画制作など様々な情報を初心者の方向けに発信しています。もし分かりづらかった点があったり、取り上げてほしい内容などがございましたらコメントをいただけますと幸いです。またチャンネル登録と高評価もぜひよろしくお願いいたします。